危ない危ない。こんにちは、アジーンです。今回は家にある大量のガチャガチャを収納していきたいと思います。いや、綺麗に入ってるじゃないと思っていただけます？これ違うんですよ。これ以前の動画でこんな感じで収納していたんですが、あれからさらにガチャガチャが増えまして、手に負えなくなりました。もうどう片付けていいのかわからなくなって、どん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 ね、後からやろう後からやろうって思って、どうしましょう、もうね、とんでもないことになっております。まあ、こんな時なので、今ね、家でできることをしっかりとやっていこうかなと思います。皆さんもね、何か片付けたいものとかありましたら一緒に片付けませんか？今日はね、ありのままを全て見せていきたいと思います。エルサ見せますよ本当にやばい、すごい綺麗だなって、こう、あれ結構片付いてるじゃんと思うじゃないですか。はい、来ました。どうする、三脚も置けないよ。ちょっと今置きますね、三脚。よいしょ、こんな感じです。普段ね、ここで作業しているので、まあ、この状態じゃないんですけど、この塊が見えないところにありました。袋とかに入れてね、いつか収納して入れたいなって思ってたんですが、収納もなくなってきたので、今回新たに100均で購入してきました。まあ、こんな感じです。ちょっと上に来ました今。危ない危ない。もうそりゃダンボも怒るよね。すごい怒ってる。もうね、どっから手つけていいかわからないんですどうする。私としては使える DIY に使えそうなミニチュア系と、こういうね、これはリメイクしたいので収納には入れないかな。入れちゃダメだな。これはね、何かリメイクスクイーズに使いたいなって思って、何をしようか今悩んでる状態のスクイーズですね。とりあえずちょっとこうこうしますね、左右にね、ちょっと割ります。少しね、左右に割りました。でね、私このように全てのラインナップを1年分ね、こう取ってあります。これが大事なんですよね、動画を作ってるとね、いろいろあるんですよ。で、ある程度はね、頑張ったの。今年は結構早いです。この間ね、すごく時間がかかったんですけど、こういう風にね、200円のガチャガチャは自分で分かるように200円ってこう綴るんですよね。これ何枚かな、10枚か。この束でだから2000円ってことですね。200円が10枚入ってる。これはまだ10枚溜まってないのでね、クリップになってるんですが、まあ、こんな感じで自分で分かるようにしてあります。これが今年の1月から回して開封したガチャガチャたちのこうラインナップになってます。これはもう終わってる。これだったら300円のガチャガチャの束がこうあるって感じです。これが大変なんですよね。で、これね、やってない最近これ動画で開封したので、まだ自分でね、値段がいくらだったかとか、これ調べられてない。こう書いてあるものはね、ありがたいんですよ、こういう風にね。もうまさにこれ最近動画で開封されたものです。で、こちらの束なんですが、今年回したのね、この間数えてみたんですよ。まだこれは数に入れてないんですけど、ここの段階で240個あった。いや、もうね、240個を回したんだと思ってちょっとびっくりしました今年1年間で過去最高記録出ちゃうんじゃないかなっていうぐらい、今の段階で240でした。まずタピオカ系を、ドリンク系をちょっと集めよう。これだけで、あれ、ダブってる、あれ、ダブってたかな、ダブってた、気づかず、全く一緒だ。チョコレートが2つある。あら、これちょっと違うな、どうしよう。これ気になるんですよね。あ、散々さっき山にしておいたくせに、タピオカだけでこう固めたいなっていうそうなってくるとキリがないし、数がね、合わなくなってくるんですよ。ほんとね、悩むから進んでいかないんですよね、作業が。
これがタピオカ系。このタピオカ一押しです。これすっごい可愛い、ゴンチャみたいじゃないですか。このパッケージがねすごく可愛いなと思って、これ一押しです。でこれも可愛い、コットンキャンディーのガチャガチャです。もうザ原宿って感じ。ドリンクはドリンクでいくか、クレープ。原宿で集めるとこんな感じです。クレープ、クレープのショーケース、あ、これがありました。マリオンクレープ。この辺りはね収納されてあるんですよね、ここにね。どうしよう、とりあえず種類ずつこう固めよう。でこういうスクイーズなんですけど、結構表面にホコリがつきやすいので、こういうものとか、これは別のタッパーに入れてます。すごいね、このちょっとでもホコリがついてると気になるので、いつも収納する前にマスキングテープとかこういう取れるものを使って表面をね全部こうホコリを、細かいホコリを取ってから、こう蓋がついた収納に入れてます。スライムもねガチャガチャは一緒に入れません。スライムはスライムで、こういうちょっとペタペタした感じとか中から何かこう出てきそうなスクイーズっていうのはもう別で入れてます。こんな感じで綺麗にしてから入れます。スライムはちなみにここにあります。こんな感じでスライムだけが入ってます。でこちらです、101日目にね炎上したワニくんですね。ワニくんのガチャガチャはここに入れてある。これが超超絶激レアです。シークレットよりも激レアのガチャガチャ。いやもうもったいなくてね使えないですね。大切にね取ってあります。でこの中には視聴者様からいただいたガチャガチャは入ってないです。別でね取ってある。こういう風にね最近いただいたものは別に取ってある。人体模型のポーチ、ドロップス、 YouTube っぽいもの、タピオカ、これね本当にぷよぷよボールが入ってます。タピオカ、陽明酒、味噌汁、猫、キノコ、これがメガドライブっていうねゲームの機械のポーチで、タオル、これタオルですね。玉ねぎ、柿の種、柿の種、結構あるなポーチ。ポーチはじゃあこれに入れます。入るか、あ入った。たまにねこのポーチたちは使ってます。よしよしじゃなかった、ここにもう一人いました。明治ミルクチョコレート、これバレンタインの時期に開封したガチャガチャです。この中にタピオカを収納していこうかなって思います。おーおーおお、絶対ねでもこうやって並べてもぐしゃってなるんだよな。どうしよう、クレープもここでいいかな。いやでもなこれだとねたくさん入らないからやっぱ寝かした方がいいか。悩んじゃいますね。スイーツ系にしようかな。じゃあここはねスイーツ、すごい不思議な触り心地のスクイーズです。プニプニしてる。これ土台があるんですよね。どこだろう土台。おめでとう、あ、おめでとうシリーズここにもあった。お店が開いた時にコインランドリーのミニチュアを作ろうと思って回したガチャガチャです。まだね作ってないんですが、洗濯機がたくさんあるんだよねここ。あーもうめっちゃ出てくる洗濯機。ちょっと待った、洗濯機の中から何かが、ああれだ、黒ひげ危機一発の剣ですね。これ警報器、トイレはいらないか。トイレ、トイレと、あれ、あ、あった、蝶々銀行、蝶々銀行。こういう系はこういう系で固めたいな。洗剤、ティッシュ、オナラップ、ラーメンシリーズ、コンビニ系かなこれは。すごいなんかもう生活できそうな感じですねここ。パンでしょ、パンでしょ、ちょっと違うパン。コシヒカリ、これもねすごい可愛いんですよ。ふるさと応援、肉が入ってます。
じゃあこのボックスにはコインランドリー系の今度使ってみたいなっていうガチャガチャを入れることにします。なるべくちょっと似たようなものを固めておきたいなと。警報器もここに入れようかな。ライトです。これはちょっと細かいか別がいいかな。このワニくんはポーチのねこの空いているここに入れようかなと思います。ここアニマル系フィギュアここにしようかな。あ、来た赤べこ。これねこの中は全部ねアニマルが入ってたんですけど、今ね一回全部ね出してみました。違うのが紛れてるかもしれないので一回出そうと思って、ね、出してます。もう一匹いなかったかな赤べこ。あ、いたいました。4つですね。やだな。でこれが食べっ子動物だっけですよね。フグ、悩める豚、パンダ、カービィもここにしよう。あーこの人なんとも言えないチョコボールみたいな犬ですね。ここもここでいいかなね。ダンボーもここでいいかな。でもね私このキリュウめちゃくちゃ気に入ってるんですよ。この子はちょっと部屋に飾ろうかな。これすごい気に入ってる。あ、チョコボール2つ目、キョロちゃん、チャッキーでしょ、ジェイソン、お面、この辺のね永久ザイル、永久ザイルもこの中に入ってたので戻します。下の方に行ってもらおうか。永久ザイルはね上を可愛いフィギュアにしたいのでちょっと下に行ってもらおう。これ猫ちゃん、最近の動画に出てきた猫ちゃん。いやだいぶねスッキリしてきました。これも別枠かな。これはね光る子です。ピッカリン。あ、これ1個マスク。この子もねまだ使ってないのでポーチのところに入れておきたいと思います。パンツもポーチにしようかな。パンツね。あ、猫ちゃん、こういうの困るんですよね。どうしようこれね。すまん、忘れてた。この人忘れてました。怖いな。入れようか。あー、一番下に引いとけばよかったあ、これスフィンクスの土台だ。スフィンクス、この子の土台なんですね。チャベリグとスコスコのスコはねここに入れます。ひまい、パーテーション、これがねどこにしまおうか悩んでたんですけど、ちょうどここにしよう。こういう系はこれ電柱の電線です。これが電線。フォークリフトとかね、こういうのはここに入れることにします。神社系とかね、神社で。人力車もずっとねちょっともったいなくてね大切に取っておこうと思ってたのでここにこうしまっておきます。でアクセサリー系はこの中にね入れようかなって思ってます。ハーモニカのペンダント、これがね指輪です。シャキットコーン、シーチキン、マグロ、あ、サーモンだった。サーモンです。サーモン、またもやシーチキン。この辺の指輪ここにしましょう。鏡、第2ボタン、これガチャです。ガチャですよ、ガチャ。このメイクボックスってこの中に入らないかな。あー無理だな、ちょっと無理ですね。なんとか片付けることができました。これを維持していきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の横にあるベルボタンをプッシュして全ての通知を受け取るにしていただくと最新動画の通知が届くようになります。サブチャンネルの方ではあつ森実況をしているのでぜひ遊びに来てください。